私たちが知る魔法使いの中で一番有名なのがハリーポッターですよね。主人公である彼のことは物語の中でも詳細に描かれていますが、まだまだ知られざることもたくさんあります。今日はちょっとマイナーなハリーの小ネタをご紹介します。ポッター家は12世紀にスティンチコームのリンフレッドから始まった由緒正しき魔法使いの家系です。風変わりだけれど人に愛される人物でもあり、さらに数々の魔法薬を発明した人物でもあります。魔法薬学の先駆者的存在で、今日でも使われている骨生え薬や元気爆発薬も彼が発明した魔法薬です。またリンフレッドは7人の子供に恵まれ、息子であるハードウィン・ポッターはゴドリックの谷でイオランテ・ペベレルと結婚しています。イオランテは3人兄弟の物語の一人であるイグノタス・ペベレルの子孫であり、死の秘宝の一つである透明マントの継承者でした。代々男性が相続することになっていたようですが、対象者がいなく年長であったイオランテが継承したそうです。それ以降ポッター家では長男が透明マントを継承することになりました。ペベレル家では代々透明マントを所有していることは秘密にするという伝統があり、ハードウィンもそれに倣い所有していることを隠したのだそうです。そして代々受け継がれた透明マントはハリーの元に帰ってきたのでした。ハリーの祖父にあたるフリーモント・ポッターはホグワーツ卒業後、魔法薬を開発したことでポッター家の財産を4倍にするほどの富を築き上げました。その薬とはたった2滴で髪が滑らかになるというスリークイージーの直毛薬です。炎のゴブレットのクリスマスダンスパーティーのシーンでハーマイオニーが髪を直毛にするために使用していましたね。ポッター家は代々ホグワーツではグリフィンドール寮に組み分けされており、とても裕福な家系だとも言われていますが、そのきっかけはハリーの祖父だったのでしょう。グリンゴッツ魔法銀行の金庫には大量の資産を預けているそうで、実際ハリーが親から譲り受けた資産も相当な額がありましたね。ハリーの父であるジェームズがマグル生まれのリリーと結婚するまではポッター家は純血の名門家系でした。さらにブラック家やマルフォイ家など有数の魔法使いの家系とも親戚関係にあるとされています。しかしながら聖28一族には選ばれていません。 J.K. ローリングはそのことについて最も信頼のおけるリストといわれる純血一族一覧を編集した人物はポッター家を遡ると汚れた血を持った人物がいるのではないかと疑っていたのと語っています。ちなみにハリーの曽祖父はウィゼンガモットの裁判員を務めていましたが、当時の魔法大臣が第一次世界大戦でのマグル社会への介入を禁じた際に彼は反発してマグルを支持するような見解を示したそうです。この一件もポッター家が聖28一族から除外される一因だったのでしょう。ハリーは両親を早くに亡くし、唯一の血縁であるダーズリー家で幼少期を過ごしますが、決して幸せとは言えない環境で育てられ、自分が魔法使いであることさえ知りませんでしたね。ダーズリー家の中でも特に、叔母のペチュニアがハリーを嫌う理由には、姉妹であり、ハリーの母親にあたるリリーとの関係が影響していたと言われています。もともと仲の良い姉妹だった2人もリリーが魔法を使えるようになったことがきっかけで嫉妬心を隠すことなく徹底的に嫌うようになったそうです。ペチュニアはダンブルドア宛てに自分もホグワーツに入学したいという内容の手紙を書いたとも言われています。あくまで普通の生活を送りたかったダーズリー家がハリーを育てることで普通の生活を送ることができない、その腹いせにハリーは悲しい幼少期を過ごしていたのです。ポッター家は代々透明マントを所有していますが、そのつながりで例のあの人と親戚関係にあたることが分かりました。透明マントは3人兄弟の物語に登場するペベレル家イグノタスが所有していましたね。そしてアンチオクはニワトコの杖を、もう一人の兄弟であるカドマスがよみがえりの石を所有していたとされています。
よみがえりの石はその後ゴーント家に渡り、子孫であるヴォルデモートの手に渡りますが、カドマスこそがゴーント家の祖先だったのです。そのためテベレル家まで遡るとハリーとヴォルデモートは親戚関係になるのです。こんなところにも2人のつながりがあったのですね。ちなみにハリーは父から譲り受けた透明マントの他に一時的によみがえりの石を手に入れ、また庭とこの杖の所有者となったことで17歳にして死を制するものとなりました。その後ポッター家の所有物である透明マントのみハリーは手元に置き続けています。ハリーのトレードマークといえば額の傷と眼鏡と答える方が大多数でしょう。しかしその眼鏡がハリーを演じたダニエル・ラドクリフを悩ませていたとは誰も想像がつかないでしょう。実はダニエルは眼鏡でアレルギーが出る体質でした。ハリー役を演じ始めてから発覚したようですが、原因が眼鏡だと判明するまでに1週間ほどかかったそうです。撮影で使用した眼鏡とは特に相性が悪く、目の周りにアレルギー反応が出てしまったこともあるそう。しかし一度は体の不調の原因となったメガネも10年という長い月日を共にするとだんだんと愛着が湧いてくるものです。実際に撮影で使われたメガネをプレゼントされた時、メガネだけは欲しかった、他の何もいらないけれどメガネだけは僕の全てが詰まっていると語っていました。ハリーのトレードマークであるメガネは全部で160個ほど使用したそうです。これはあくまでハリーが使用するメガネの本数ですので、他のメガネをかけているキャラクターを合わせるとさらに多くなるでしょう。また杖は映画1作あたり約70本使用しているようです。杖は演出には欠かせないアイテムですし、振ることで壊れてしまうことも多かったのだとか。ちなみにダニエルがシリーズを通して壊した杖の数は約80本で、理由はドラムスティックの代わりに使ったからというお茶目な一面もあります。ハリーの額には傷跡がありますよね。彼の額に施された傷跡のメイクは約5800回に上り、そのうちダニエルには約2000回、残りは代役に施されたそうです。回数を見るとそれだけ多くのシーンに関わっていたことやロングランシリーズであることが改めて認識できますよね。ちなみにサラザール・スリザリンのロケットは作中で破壊するために約40個製作されたとか。ダニエルは数シリーズを通して徐々に声変わりをしています。セリフ自体はすべて本人の声で撮影を行っていたのですが、物語はすべて順番通り撮影されていたため、ハリーの成長に合わせてだんだんと声が低くなっています。これを一部報道では、ゲームの吹き替えをした子役が映画の吹き替えもしたとされていますが、これは間違っている情報だとか。ハリーの成長にリンクして、ダニエルも成長していったことがわかります。原作では母親譲りのエメラルドの瞳が特徴とされていますが、映画ではダニエル・ラドクリフの素の瞳の色で撮影しています。映画制作の当初は原作に合わせてカラーコンタクトを使用するはずでしたが、ダニエルには合わなかったようです。そのためダニエルの瞳の色に合うよう母親役をキャスティングする指示があったのだとか。ハリーの宿敵ともいえるベラトリックス・レストレンジ、彼女を演じたのがヘレナ・ボナム・カーターです。当時10代だったダニエルは同年代のエマなどではなくヘレナに恋心を抱いていたのだとか。あと10年早ければ僕にもチャンスがあったかもしれませんという可愛らしいラブレターは今でもヘレナの大切な宝物なのだそう。撮影が終わっても当時を懐かしみながら思い出に浸ることができるのはそれだけスタッフやキャストの雰囲気が良かったのでしょう。ダニエルはこのシリーズで幼い頃から有名俳優たちと共演してきましたが、当時はそれがどれだけすごいことなのか深くは理解していなかったようです。しかし彼が憧れていたゲイリー・オールドマンとハリーとシリウスという関係性で共演するにあたって心境の変化もあったのだそう。彼がどんな演技をしているのかを知って僕も演技に対してより真剣になったと語っており、ダニエルとゲイリーの間には深い絆が生まれたのだそうです。いかがでしたでしょうか。
ポッター家のことからハリーを演じたダニエル・ラドクリフのことまでご紹介してきました。シリーズを最初から見直してハリーとダニエルの成長や演技の変化に注目してみても面白そうですね。この動画が良いなと思ったら高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。